どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今年の2月にアメリカで発売された面白いチョコレートを紹介したいと思います。でこちらはアメリカのアマゾンで買いました。人気そして有名なキャラクターが載ってあるし、見てるだけでワクワクします。それはこちらです。スーパーマリオミルクチョコレートハーツの紹介です。スーパーマリオのミルクチョコレート、ハートの形をしたチョコレートですね。見てください、スーパーマリオのキャラクターが載ってありますね。マリオ、キノピオ、ルイージ、キャサリン、ピーチ姫、ドンキーコング、ヨッシー、そしてクリボーまでいます。すごいですねこちら。値段は$11.25、日本円で1200円ぐらいです。で後ろはこういう感じです。こういう風に入ってくるらしいです。皆さんはマリオ好きですか？僕はマリオマジで大好きです。一番好きなキャラクターはもちろんマリオの方ですね。他にもワリオとかもね結構好きです。おお、面白い。ヨッシーとキノピオがいます。後ろの方にもキャラクターが乗ってあります。チョコレートの香りが結構いい。まあまあ綺麗にできてある。それではいただきます。普通のチョコレートです。滑らかだし食べやすいですけど、個人的にアーモンドを入れてほしいです。でチョコレート味が後の方にも残りますね。口の中全体に広がってかなりスムーズ。点数は85点にしたいと思います。パッケージの方はいいですけど、中身のチョコレートは普通に美味しかったので、そう簡単に100点満点を上げることはできません。アーモンドが入ってあったら100点満点になってたと思います。一番好きだったのはチョコレートの方ではなく缶のデザインですね。本当にエキサイティングな感じがします。チョコレートの方はおすすめはしませんけど、この缶の方はおすすめします。ゼルダとかソニックとかも出してほしいですね。スーパーマリオミルクチョコレートハーツの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。